皆さん、こんにちは、佐々木です。え本日はビットコインがね上がってますけどもえ、仮想通貨全般について話していきたいと思います。2023年始まって、というかまあ2022年の終わりから1ヶ月以上ですね、動画撮ってなかったんですけども、まあ、その理由というのが、そもそもまあ仮想通貨がね FTX で暴落した後はあまり動いてなかったということで、まあ、動画撮ってもね、レンジなのでさほど影響がない。 というか皆さんのためになる情報を与えられることはできないっていうことで、えー、撮ってませんでしたまあそれと旅行に行ったりとか年末年始がねマジで2週間ぐらい体調が悪くてあのー、動画でも撮る気分じゃないしっていう感じだったんですけども、えー、やっとですね体調もまあ良くなったし体調良くなったらねビットコインも上がったっていうことで、えー、僕のテンションも上がっております <laughs> ということで、あのー、今回はね話していきたいと思いますこれ結構重要な縁起きというかあのー、15500ドルっていうところが えー、こちらをお見せしますけども、ここですね、この辺りが、えー、大底にもう確定と思っていただいてもいいんじゃないのかなと思ってます。この値動きで、えー、ほぼほぼ確定して、えー、2023年を始まって、えー、上がっていくんじゃないのかなと思ってます。ここからですね、えー、1万5500ドルそ底として、2023年、今年の後半とかにまた1万5000ドルぐらいまで下がるとか、それを割ってくる可能性ってあると思うんですけども、 今からもうこれで2、3ヶ月ぐらいは1万5千ドルは割らないと思います。2、3ヶ月は最低でも。で、えー、この2、3ヶ月は上がっていく。3万ドルぐらいまでは上がるんじゃないのかなと思っています。3万。うまくいけばもう4万ドルまで、今年の後半まで上がって、で、さっき今年の早くてね、今年の後半とかで言いましたけども、来年も下がらずに、下手するともう1万5 5五百ドルが数年とか、もしくは一生割らないとか、一生っていうとね、 なんか30年先はとかって思い出すと思うんであれですけどもえー1年ぐらいは終わらない可能性あるのでえかなり重要ですねこのタイミングどうするかっていうのはねまあ僕としてはもう決まっててあのもう仕込む分はね買う分は決まっているというかもう買っているのでえ問題ないんですけども例えばこれからね投資始めたいとかえビットコインとか仮想通貨っていうものはどう考えてもね今から投資しても あの遅くないというか、儲かると思いますので、仮想通貨当初で学びたいとか、どういうタイミングで何を、今はね、このタイミングで買った方がいいのかとか、気になっている方もいらっしゃると思いますので、今日話していきたいと思います。で、これから話していくんですけども、こちらですね。 えー、僕の動画の概要欄の方にあります、公式 LINE、公式メールに登録しない方は、ぜひ登録しておいてください。仮想通貨、投資、トレードの情報を無料で配信しています。えー、こちら、えー、LINE とメルマガがあるんですけども、まあ、どちらも、ね、同じ内容もあるんですけども、えー、例えば配信数の関係でメルマガとかの方が配信多くなったりしますので、もしくはメルマガだけ、もしくは LINE だけっていう配信とかも,とかもありますので、ぜ、え、ひ、ー、ね、両方登録しておいてください。 あと僕の運営する、えー、投資をね、学びたい方に向けたオンライン投資スクール、The Investor p r a m e l i g h ラ p l いうものもありますので、興味ある方はこちらの方ね、URL の方からクリックしてチェックしてみてください。えー、その他、切り抜き、希望者用のディスコードとか、やり方とかですね。あと僕の、えー、使っている証券会社、取引所というものもありますので、えー、興味ある方はこちらの方からチェックしてみてください。基本的にその仮想通貨取引所は海外の取引所しか使ってないです。あの、まあ、僕自身マレーシア住んでるんで、 あのー、日本取引所を使う理由がないというか、えー、出勤する時ぐらいですかね、えー、日本に出勤してみたいな感じがあればと言ってももう、うん、もう何年もやってないです、5年ぐらいやってないですけどね。一応ビットフライヤーとかありますけども、えー、皆さんにもやっぱり海外取引所の方をお勧めします。ただ、まあ、まバイナンスはもう日本住んでる方は、えー、っと、あのー、 もう無理ですよね。バイナンスジャパンとかできちゃったんで。だからその間取る人で、ビットゲットとかコイン X とか、ネックス、MEXC とか、その辺を使っていただけるといいんじゃないかなと。バイビットもまだいけるのかな。えー、バイナスはバイナンスジャパンできて、KYC の関係で日本在住者はバイナンスがもうバイナンスジャパンの登録になっちゃうと思います。そうなると銘柄も限られるんで、まあ実際僕は登録して、ね、そういう状態で、今使っているは僕はバイナンスグローバルの状態なので、 えこれから登録するっていう場合はちょっと分かんないですけどももしかするとメーガ数が限られるかもしれないですねということで話していきますでこれすごい重要でさっきも言いましたけどねこの1 5500ドルを割るか割らないかっていうところでの攻防だったんですよねこの辺でちょっとボックスを書きましょうえこの辺の攻防だったんですけども結局割らずに上がっていきました でこれ、なんでここまで暴落したのかっていうと、去年の FTX の破綻の騒動で、ここはね、下がったんですけども、それ以上の悪材料がなかったっていうことで上がってきました。なので、この展開からすると、1万5500ドルがさっきも言った通り、大底、数か月から数年、もしくは一生割らないような領域。で、一生ってなんで言ってるのかっていうと、まあ、基本的にこう、これが、 週足のチャートでログスケールで見たときの、えー、2015とかからのチャートなんですけどもビットフィネックスのチャートですねでそれで見るとこう過去のこの大底っていうところを大幅に超えてでまた大,大幅に下がるんですけども数分の110分の1以上でだけどもそこを大底を作った後は結局それ以上に上がっていくでまたここ大底を今回作ったとして ちょっっと急騰していってるわけですよねだからまあちょっと例えば3万ドル4万ドルまで上がった後にまた2万ドルもしくは1万5000ドル前後もしくは1万2000とか1万ドルぐらいまで下がる可能性があったとしてもあるかもしれませんけどももしかするとそれすら来ない可能性もあります、まあ、僕としてはまあ1万ドルまで下げる可能性はあると思ってますんで現金比率は多めで立ち振る 待っていきたいいかなととう,うに思っててます僕としてはね、えー、ただ、この辺はあの判断は分かれると思うので、ただね、安全策を言うんだったら、やっぱりあのもう一発、今年の後半とかに、えー、1万5000ドル割れて1万ドルまで、もしくは1万2000とかね、えー、この近辺まで下がるっていうことを想定した、えー、投資金の配分っていうのが、僕はもう安全だと思うし、えー まあ安全だけじゃなくて、僕はそういうスタイルが好きですね。で、仮にそれで待っていて、現金比率がただ50%ぐらいしか、100万円持ってるうちの50万円を、じゃあビットコインとかあると、10万円ビットコイン、40万円をあるとこに何個かに買って、で、それでまあ残り50万円は1万ドルまで下がった時に取っておこうっていう投資戦略だったとして、じゃあ1年後とかにはもうこれ4万ドルまでいっちゃったよ。もしこれ4万ドルか1万ドル下がるっつったって、 えー、もしかしたら来ないかもしれないっていう風に思うじゃないですかそうなった場合はその残りの50万ドルあ50万円をどうするかっていうと例えば日本株とかもしくは米国株に入れるとかそういった感じでやってもらえればいいんじゃないのかなと思いますあのもちろんねあのリスク資産なので仮想通貨と株っていうものはある程度相関しますただその株に関して言うと、まあ、仮想通貨もですけども、まあ、仮想通貨はねほぼ相関しますねビットコインとももはやアルトコインがこう全部が 相あまりその何ですか一度のチャンスを逃した時にあの例えば1万5000ドル前後1万5000もしくは1万6000ドル前後で BTC がねその辺の時にあるとこに投資しておけば大体がもうビットグルンもあるとこも大底だっていうふうな感じであの投資も他ね投資するタイミングがないとかあのもうそれで投資しておけば大底でつかんだっていうふになるんですけども えー、だけども、その株とかにおいて言うと、あの例えばあの、大型株と、えー、小型株でも動きが違うし、もしくは来年、再来年とかに上場してくる新しい IPO とか、ね、日本株でも米国株でもあるし、まあ、仮想通貨でももちろんあるわけですよね。だから、その50万円取り逃がした、えー、置いておいたって言ったとしても、ね、1万ドルまで下がる狙いであの待っておいたとしても、まあ、来年、再来年とかに、 まあ仮に例えばビットコインがあの2万ドルまでは下がってくるかもしれないし、その可能性は多分大幅にあると思うんですよね。ただ1万5000ドルを割ってくるかっていうと、ちょっとさすがにわかんない。ちょっとこれ拡大しますけども、これが普通にログスケールじゃなくて自動でやっているやつですね。普通のチャート。で、これがバイナンスとテザー、USDT のステーブルコインのチャートです。 でこれどういうことを言いたいのかっていうと、この辺で買って、大底ぐらいで掴んだとしてですね、そこからこう上がっていきました4万ドルまで、今年のから来年とかにかけて。でもまた例えばこういうふうな感じで、僕は下がってくると思ってます。2万ドルぐらいまではね。ただそこから1万5000ドル割れ、1万2000ドル、1万ドルまで下がるかっていうのはちょっとわかんないです。 ただ、僕としてはやっぱり大幅な反発あると思ってますんで、今もうこのタイミングで上がっちゃったっていうことは、1万5000ドルすぐさ割ってくるっていうのは、もう確率的にもう1、もう10%もないっていうか1、1%というか、パーセンテージで言うっていうのはあれですけども、感覚的に言うともうほぼほぼないと思ってます。このタイミングでも上がっちゃったんで。なので、この後はもう3万ドル、4万ドルまでを今年中に目指していくんじゃないのかなと。下手すると今年の6月とか、 ぐらいにはもう3万ドル4万ドルぐらいまで上がるんじゃないのかなと思います。そんな上がるのって思うかもしれませんけども、やっぱり過去チャート見てもらえれば、2018年とかから2019年にかけても、結局その暴落した期間っていうのが、2018年のこのビットコインキャッシュの,あの分裂騒動で、ハードホークの時に落ちてのの、6000ドルから3000ドルぐらいまで下がったんですけども、結局この期間って11月からあの2019年の4月とかに上がっているので、 半年ぐらいなんですよね。で例えばここで言うと、2 0 1 0年6月から今年も1月ですけど半年経ってるんで、そうするともうこれが上昇の起点となって、これ大陽線出てますんで、大陽線っていうのは大きな陽線っていうことですね。なので、このまま上がっていきやすい、もう15,500ドルを大底として、えー、相場、仮想通貨というかビットコインの相場は動いていくんじゃないのかなと思ってます。その可能性かなり高いっていうふうに思ってますし、皆さんにもそう意識してほしい。 で、まだですね、じゃあ、ここから、じゃあ、今から投資するんだったらどうするのかっていうところを話していきますけども、まだ、あのビットコインとか仮想通貨何も持ってないよ。であると、現金は、えー、数十万とか、まあ、数万円でも数十万円でもいくらでもいいんですけども、あのー、まあ、うん、そうですね。いくらでもいいです。はっきり言って、数万円でも数百万円でも、数千万、数億でもいくらでもいいんですけども、自分の持ってる資金のうち、まあ、数万円とかだったら全額いっちゃってもいいと思いますね。数万円だったら、要は、 数ヶ月後とかにはまた数万円ぐらい貯金できるっていうのが多分多くの方だと思いますんで。というか、まあ,あ、継続して投資してほしいんですよね。あの、なんていうんですかあの、一回投資して終わりっていう人があの多いんですけど、もしくは上がって、こう、バブルの時に、みんなが盛り上がってるとか、マスメディアが盛り上がってる SN、SNS で仮想通貨盛り上がってるっていう時に買う人がもう9割ぐらい、8割9割なんですよね。で、今のタイミングに買うっていうのが本当少ないんですよ。 どう考えても今の方が割安なのに、で、同じものを買うのに、あの投資を始める人っていうのはほとんどが、あの、何て言うんですかね、あの、高値金で掴んじゃうんですよね。えー、なので、今のタイミングで買うっていうのは、まあ、少し上がっちゃいましたけど、まだ全然いい方だと思います。この2万ドルで掴むっていうのは、今2万1000ドルぐらいですけども、全然悪くないと思います。えっ、ー、と、円チャートちょっと出してないですけども、まあ今、えー、このぐらいの価格なんで、 まあ円でも、円チャートでも別に買ってもいいんじゃないのかなと思いますね。で、ドル円とかもですね、もう円安からちょっと終わりかけて、一気に下がってきてますんで、まあ、このタイミングで仮想通貨、円をね、ビットコインとかに変えるっていうのも、まあ、そういう意味でも悪くないと思うし、あの円高の時にね、仮想通貨に変えちゃうそれはそれでそのチャート的に高値圏になっちゃう可能性もあるんで、少しね、 あのですけども、今のところは、えー、少し円高の方に触れてというか、まだ129円ぐらいですけども、えー、少しは150円とかよりはマシになってますんで、そういう意味でもいいと思うし、本題目で投資することはいいんじゃないのかなと思います。で、まずビットコインを買うタイミングとかは、今話しましたけど、今ぐらいでいいと。えー、あと、アルトコインですけども、何を買えばいいかってところね。まずビ、まず買うものなんですけども、あのビットコインとアルトコインで、 ビットコイン買うっていうのと、あるところに数銘柄、5から10銘柄は買ってほしいかなと思います。まあ、その理由なんですけども、やっぱり分散するっていうですね、ハッキングとかもありますし、あのー、その、投資した銘柄が0になるとか、上がらないとかっていうリスクもあるんで、やっぱりその、分散すべきだと思います。で、分散させすぎても意味ないので、あの仮想通貨の中にもジャンルがあるので、例えば、イーサリアムとか BNB とか、で、それ以外にも、えなんだろうな、 ミーム系を入れてみるとかね、道士とか柴犬とかっていうコインを入れてみるとか、まあ、僕はあんまりやらないですけどねあの、そういうそのミーム系に手を出したことはあんまりないんですけど、えー、あとこれから来るので言うとゲームファイ、ゲーム仮想、えー、ブロックチェーンというかね、仮想通貨関連の、えー、技術を用いた、えー、ゲームっていうものが来たりすると思います。そういうので言うとガーラというかガラ、どっちかな、ガラガラかガーラってやつとか、GA LA ってやつですね。えとか、えー、それ以外にも、まあ、メタバース関連で言うと、えー、サンドボックスとか、ディセントラルランドとか、その辺は、えー、有望なんじゃないのかなと。だそういった感じで、そのジャンルを分けてね、どうしてもらうといいんじゃないのかなと思います。で、それ以外例えば、通貨とか、決済関連を使われることを目標としているとか、目的にしているコインとか、あの、全然ね、あのみんな仮想通貨って言うと、まだ、 あの通貨あの、仮想のお金でしょみたいなデジタルマネーと何が違うんでしょ、違うのかっていうところの人も結構いらっしゃるんで、まあそこは他の動画でも言ってるんで、それは他の動画見てください。あのそういうことはあのここで言い出すと、まだそれで数十分かかるので割愛しますけども、まずそこはあのクリアしてほしいなと思います。あの仮想通貨ってものはすでにそういう領域じゃないっていうことですね。あの通貨じゃない、もう そうですね、仮想通貨って名前もとか暗号資産とかもね悪いあの、名前が悪いと思うんですけども、まあ、そのブロックチェーンの技術を用いた、えー、通貨というかね、これ概念難しいんですけども、そうですね、ネット上の、まあ、お金とか、そのネット上のその、そうですね、解釈が難しいですね、ネット上のその、えー、取引できるようなもの、 うん、そうですね。お金とかっていうとまでややこしいんですよね。これ支払いとかじゃないので、そのブロックチェーンの技術を用いたものみたいな感じでか考えてください。えー、なので、まあも、もちろんね、ビットコインとかはもともと通貨として、えー、始まっていますけど、それ以外に例えばライトコインとか、えー、様々なものが仮想空間上、もしくはネット空間上での通貨、えー、もしくはリップルとかでいうと送金のブリッジ、 としての通貨とかね。円からリップルに変えて、リップルをアメリカに送って、アメリカの取引所に送って、それでアメリカの取引所から US ドル、USD に変えて出金するみたいな。で、これ実際僕もに今でもやってます。すでに。もう何年か前から日本取引所で円をマレーシアに送って、っていうようなこともやってます。マレーシアの会社に送ってみたいな。その方がリップルとかも安いし、早いんですよね。海外送金とかすると手数料が半端なくて、100万円送ろうとすると、 えっと90万ぐらいになっちゃいます。あの送金手数料だけで。で、日数もまあ、2、3日ぐらいかかるし、あの書面でやったりとかもしなきゃいけないんで、あのデジタルでできる時もありますけども、金額大きかったりすると銀行に赴いてやらなきゃいけないかったりとか、1000万とか送っても900万ぐらいになっちゃうんですよね。えー、だけども、仮想通貨使えば950万ぐらいになったりとか、まあ、それでもだいぶ減るんですけど、えー、そういった感じになります。 国際送金っていうのはそれぐらいお金がなくなるんですよね。えー、なのでそういったところでそれがクリアになっていけば、えー、利便性が高まってさらに信用ですね。そういうのが高まっていけば、あのー、もっともっとね使う人が増えて仮想通貨で国際送金とか今お金の話ですけども、えー、さらにその仮想空間上の、まあ、メタバースですね。メタバースでの、えー、支払い手段に○○コインっていうものが使われたりとか。 まあ、さまざまなユースケースはあります、ね。まあ、その辺も、まあ、詳しく話してた時もあったんで、えー、そ,そちらのとこは、えー、別の動画を見てほしいな、探してほしいなと思います。どれっていうよりも、毎回言ね、ある程度言ってるんですけども、技術もね、進んでるんで、定期的にそういう話はしてます。で、それ以外に何買ったらいいかっていうところなんですけども、アルトコインですね。うんと、今何時だ ?5 時。えー、っと、それ以外に買った方がいいアルトコインで言うと、まずイーサリアム、BNB、 あとはソラナ。ソラナとかはね、うん、これは好き嫌いになってくると思うんですけども、うん、まあ,あ、買った方がいいやつで、全部買わなくてもいいけど、僕はこういうの買ってますよっていうところで言うと、リップルとかソラナとか、ポルカドットとか、あとカルダの。時価総額上位のものはひたすら買ってますね。あと、アブランチ。マティックはほんとちょっとしか持ってないです。チェーンリンクは少し買いました。ニアは売りましたね。 あの理確して、その後買ってないですけども。別にいいんじゃないかなと思います。あと、クリプトドッ c o m とか、あと、ユニスアップはいいと思いますし。で、アーベとかになってくると、僕はユニスアップ買っとけば、アーベは似たようなもんなんで、あの、片方だけ買っておけばいいかなっていうような解釈になります。で、あ、トロン結構上がって、まあ、トロンそうでもないのか。まあ、みんな大体結構上がってますね。 ディセントランドとか強く上がってますし、ディセントランドで言うと、このベスト、ビゲストゲイナーズっていうやつで言うと、えー、40%上がってますね。あとソラナとかも、あとコンパウンド、ヘリウム、サンドボックス、ガらラ、ニア、えー。ということで、まあ、軒並みこんな感じでね、40%とか20%ぐらい上がってます。だから相当強いですよね。だもう完全に、ああ、もう大底だなっていうの、みんな仮想通過民というか、 が判断していると思いますそれはそのね、なんかツイッター、日本のツイッターラみたいな感じの仮想通貨の人たちじゃなくて、全世界的にそう思っていると思いますね。そういうような解釈をして、やっともう来たなみたいな、これ全員そう思っていると思います。あのー、まあ、最近始めた方とかなかなか、あの、判断がつかないと思いますけども、<laughs> えー、そんな感じの寝起きですね。ここを見てもらうとやっぱりこう、この感じでズドンズドンズドンって感じで変われていって、一気に上がっていって、もう、 この、冷やしで見ての、この、大陽線ぶりを見ると、これは大陽線、大陽線、大陽線、大陽線みたいな感じで、この大陽線の連続っていうのが、やっぱ直近でもあまりなかったんですよね。ここで見ても、これログスケーンすると分かりますけども、直近で過去一上がってるんじゃないですかね、この大陽線だけで言うと、こっから言うとね、この半年間で最も上がっている強い上昇なんですよね。えなので、 あのー、いい感じただし、えー、ちょっと一旦落ちると思います。なので、もし買うとしても2万ドル、もしくは19000ドルぐらいまで下がったところを狙ってもいいと思います。今から始める方であれば。えー、もしくはこれまで買い増しをしてきた人でも、1万、うん、そうですね。2万ドル以下から19000ドルまではビットコイン下がってもおかしくない。で、あるところもそれぐらい下がってもおかしくないと思います。今回、一発目の大要請なんで、こっからもう,もう一生落ちずに、 えー、ぐ,んぐんぐんぐん上がっていくっていうのはまだ一発目なんで、えー、逆にある程度落ちると思うんですよね下手すると18,000ドルぐらいまで落ちると思います、えー、でも18,000ドルまで狙ってるともしかしたら下がらずに上がってしまうさらに上がってしまう可能性あるので、えー、2万ドルから19,000ドルぐらいをターゲットに、えー、ビットコインとかそれぐらい下がった時にビットコインとかアルトコインを買うのがベストかなっていうふうに思いますね 僕だったらですね、まあ僕はもう19000いくらとか、で、この1万、この6000ドル台では買ってないんですけども、まあ、僕の場合19000ドルとかでもビットコインとか買いましてるんで、あのー、1万5000ドル割れを狙っていたんですけども、えー、割らなかったと。なので、まあこれは買わないで。 置くっていうことですねでもし例えばここでもねあのまた出てくると思うんですけども3万ドルとか2万ドルこうやって3万ドルまで上がってからビットコインとかある時に買い出す人も出てくるんですよねはこんだけ上がったとか SNS とかネット上とかニュースが盛り上がってるから買ってみようとかねなんかそういう時に限って仮想通貨の未来が、えー、あのすごい信頼性があるとか大きくかかりそうな記事とか出てくるんですよねそうなった来た時に買うっていうのはやっぱり遅くてやっぱり2万ドルで買うっていうのは3万ドルで買うっていうのは1点 5倍の価格差があるので、あの、全然違うんですよね。まあ、それ言ったら1万5000ドル、6000ドルで買った方がいいじゃんって思うと思うんですけどもあ、あそれは足らればなんで、まあ、今このぐらいで上がったと。で、2万ドルまで上がって、僕はさっき言った通り3万ドルから4万ドルぐらいまで今年、え上がる可能性があると思ってますんで、2倍取れると思ってるんですよね。1.5倍から2倍ぐらいの値幅を取れると思ってるんですよね。なんか、動画で話してたらすごい鼻が詰まってきて、呼吸が苦しいんですけど、 あのちょっと <laughs> 勘弁してくださいというか <laughs> あの、頑張って話します。で、あのー、なので、あの上がってから買うっていうりやっぱり今ぐらいだったらまだ買っても遅くないよっていう価格帯なんですよね。あのー、こんだけ強い上昇で、あのー、ほぼ王族は確定したようなもん,だともんなので、あのー、 下がってもさっき言った通り1万9千ドルぐらいだと思うんですよね。で、その領域で買って、あとは2万ドルとか3万ドル、4万ドルぐらいまで上がっていくのを、えー、待つっていうことですね、えー。で、そのタイミングで利格するっていうのは僕はいいと思いますで。もう3万4万ドルぐらい上がった後は僕は一旦また2万ドルぐらいまで下がると思ってますんで、それもほぼほぼ確定だと思ってますね。で、それをしっかり待って利格したいなと思ってます。 それが今年の後半か来年に訪れるんじゃないのかなと思いますね。で、まあ、小さい銘柄で言っても、まあ、たくさんあるので、さっき言った、まあ、初心者の方であれば、まあ、このサンドボックスぐらいまでですかね、さっき言ったようなことの中で。他にも、まあ、たくさんあるんですけども、言い出すときりがないんで、えー、大体同じような値動きしてますし、あのー、このですね、コインマーケットキャップの採用見込みして、 えだって時価総額上から30位ぐらいから選んでもらえればいいんじゃないのかなと思います。まあ別に時価総額50位とか100位ぐらいから選んでもいいですけど、あの、それぐらいで、あの、選んでもらって、えあるところにも分散する。さっきまあ、あるところに5銘柄から10銘柄って言いましたけども、別に30銘柄でも50銘柄でもいいです。だから管理がめんどくさくなるとか、一つの取引所で全部の銘柄を買うっていうことが、 上場してなかったりとかするんで、できなかったりしますし、あと、ま、さっき言った通り、ね、ユニスアップとアーベは似たようなものとか、そういうものも結構出てきます。なので、そこまでめちゃくちゃ分散しなくてもいいよっていうふうに思ってます。えま、ちょっと変わった銘柄るというスポーツ関連で、チリーズとかね、サッカー好きとか、スポーツ好きな人は知ってるというか持っててもいいと思いますし、そういうような銘柄とかあるしね、僕もチリーズは持ってます。 そんな感じで、あと、まあ、こういう USDD とか、ステーブルコインとかもあるんで、ステーブルコインは買う必要ないですよね、ステーブルなんで。あの利確するときとかに、あのー、ステーブルに両替するとかっていう感じで考えてください。ですかね。えー、そんな感じで、えー、やってもらえばいいんじゃないのかなと、買う銘柄ね。これから買うとか、買い目する方も。で、まあ、もちろん大幅に含み損になっている銘柄であっても、あのー ビットコインでも何でもいいですけども、大幅に含みとなっている銘柄であってもあ、その銘柄は将来的に上がると思ってるんであれば、全然投資してもいいと思います。あの買い増ししてもいいと思います。で、その銘柄はちょっとこれもう無理だなと。99%下落してるとか、もうチャートがもう,もう大幅に下落して上がってないとかね、えー。そういった銘柄はもう手を出さないでいいんじゃないのかなと。まあ少しぐらい入れてね、あの本当に、うーん、いやでも手出さない方がいいですね。 本当に99%下落しているような銘柄に関しては、あの手を出さないで置いた方がいいと思います。しかもその時価総額が、えー、何百位とか何千位とかであれば、なおさらですね、時価総額低いし、大幅に下がってる、えーもう。もう鼓動が止まっているような感じ。もうずっとこう暴落して、もうもう今回の上昇でもちょっと上がるか上がらないかレベルっていうようなものであれば、やっぱり今後も期待できない可能性が高いので、えー、今言ったような時価総額、 まあ100位以内とかね、高くても、それぐらいから選ぶのが初心者とかの方にはおすすめかなと思ってます。えー、ということで、今回の動画は以上になります。えー、今回ね、動画良かったなと思う方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あと、概要欄にあります、公式 LINE、公式名の方に登録していただいた方には、このようなね、えー、メルマガ登録特典とか、まあ、LINE も同じようなものが特典としてありますので、ぜ、え、ひ、ー、興味ある方は、登録しておいてください。あと、僕の運営、えー、するオンライントイスクールもありますので、 え、投資をね、もっと学びたいとか。で、今回は YouTube で話してますけども、あのー、さらにこれにプラス、例えばナスダックの値置きとか、えー、そういったような詳しい、えー、投資ですね。なんで買うのか、何を買っているのか。で、そういったような、ね、実際のポートフォリオとか、いくらで買ったっていうのとかも全部ね、配信していますので、より詳しく投資を知りたいとか、えー、っていう方は、G Investor Premium l i g h いうものがありますので、えー、こちら方をチェックしてみてください。 えー、それでは今回の動画以上になります。最後ご覧いただきましてありがとうございました。